lo vedo dentro, che già. Giù, ah no, che giusto. Yoshi! Ritorni! Yoshi! Hai! Anyway. Anya, sta costruendo. Oh! おい、サラマンダちょっと来い。お前、どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい。見せたいものがある。ついてこい。これは。ドラゴンの骨、ドラゴンの墓場、どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そしていなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法がすげえぞウェンディ。メンティーウェイ、さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ、メンティーウェイ。Wow, dead dude. Dead dragon. Jesus, you know, you're a little bit.この世界の王であった。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、繁栄していった。この世のすべて竜族のものであった。人間などは我々の食物に400 years ago だ。But nine, できる世界を作りたいと昔は。あ、それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わしは反対派として戦った。反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくの。それでその戦争はどうだったの。興奮、戦況は拮抗しておる。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだ。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立て、ドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅流魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかし、ここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは
人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。そしてその人間の中の一人、ドラゴンの血を浴びすぎた男がいた。アホヌノギア。その名を口にするのも恐ろしい。男は数多のドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが滅流魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。アクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれが、もともとは人間だった。バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです。この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだかえらい話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅流魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフがアクノロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことがアクノロギア攻略の第一歩となる。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊桜花聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い素晴らしい魔導であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え、この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。No thank you。んだこりゃ。下等級メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み判断を誤った。申し訳ない。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。
世界を変える扉、エクリプス。これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中400年の時を渡り、不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る。太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？ああ。部外者ではない。知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょ。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。巻き込むんじゃ。よせ。ここで魔法を使ってはならん。うわっ。王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。なことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だあ、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも今回ばかりは相手が悪い。が、うん、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。こんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内下場に巻き込まれた。それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私には分からないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で、私は姉が大好きだった。だけどある日、ゼレフを猛進する集団に両親は殺され、姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。
クリプスを使えばゼレフを倒せます。この世界にゼレフがいなければ、あれは連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性、過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、ナツとガジルに負けたセイバートゥースの2人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒、ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどもミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない、スティングにそう告げたんだ。はいの、うん、よし、
Excuse me. お出ましか。 覚悟はできてんだろうな。 アイスメイクハンマー ゲッセン。
られる覚悟はできてんだろうな。アイスメイクハンマー。どうしたよ、こんなもんか。覚悟はできてんだろうな。One. Oh my God. I did it. Rank 40. Oh my God. Yes. That's a one. That's a one. Amen. 今日の試合だが、夏。なんでだよ。まあ待て。ルーシーよ。大魔党演武で優勝すれば二正面作戦というわけです。フェアリーテイルは試合初代。その通りです。試合にはエルザ、ラクサス、ナツはミラとウェンリーと共に。そういうことか。よし、任せとけ。
よし。よし。Let's go, new president. 最終日は全員参加のサバイバルゲーム。その名も大魔刀演武。バトルフィールドとなるのはなんとクロッカスの町全域。各ギルドのメンバーはすでに分散して待機してるかも。街を駆け回り、敵ギルドのメンバーと出会ってしまったら戦闘開始になるかも。相手を倒せば1ポイント、それがリーダーなら5ポイント。どのチームもまだ逆転可能です。いいか、私たちは優勝するしかないんだ。ルーシーを取り戻すために。ナツさんたちが無事救出してくれれば。それに越したことはねえが。だとしても優勝にはもう一つの目的もある。7年間苦い思いをしたギルドの奴らのためにも。行くぞ。栄光なる魔の頂きは誰の手に。大魔導演部開始です。さあ、各チーム一斉に動き出したかも。あちこちで衝突し、激しい戦いが繰り広げられています。しかし、フェアリテイルはまだ動いていません。何の真似じゃ。ルーシーを助けるために勝たなきゃならんのだぞ。だからこそ冷静にならねばなりません。私は今までの4日間で敵の戦闘力、魔法、心理、行動パターン、全てを頭に入れました。それを計算し、何億通りもの戦術をシミュレーションしました。敵の動き、予測と結果位置情報、ここまで全て私の計算通りです。作戦はすでに伝えてあります。仲間を必ず勝利へと導く、それが私の戦です。妖精の星作戦発動。了解。オペレーションフェルスタイル、次の目的地まで進んでください。初代の言う通り、ことが進んでおる。出会う者を次々に撃破、相手の動きを全て読んどるのか。そうか、OK。はい。いやよし。Mm-hmm.
よし。エルサさん、エルサ向こうに、ギヒすまないな、イチ。そうか、私は待ち伏せ、エルザさんがそこまで渡し、違う。そうな、バイク、イチ会いたかったよ、マイ、エルザ。あんなのが違う、全力で否定。力のパルパム、クンクン。あいつ本当に強いのか。マッチョ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 。ああ見てすごい魔導士なんだ。上等ベニザクラ。エルザさんと戦うのは心苦しい。これもブルーペガサスのため。微笑みスマッシュ。エルザさん、相変わらず素敵なパルファムだ。パルファム、カズラー、ユミザクラ。パルファム、オーバー、鉄人剣。フォトンスライド。力のパルファム、それ、クンクン。強化しようというのか。上等ベニザクラ。パーフェクト。パーフェクト。ゼロ距離吸引。力のパルファム、マックスレーン。すごいなったくちゃやるな。あー、上等ベニザクラ。フォトンスライド。まだまだいくぞ、クンクン。俺、クンクン。これ以上は手に負えなくなる。おいおい、嘘だろ。まだ強くなるってのか。鉄流走奇神ファルコン。オーバー鉄人剣。ファルコン楽勝だな、ギヒ。ファルコン、ファルコン。無念、楽に一匹片付いた。初代の読み通りにことが動いた。さすがは妖精。おう、またな。その調子です。
さてと。クレイ様。よし。クレイ様。一気に片付けんぞ。二人で一気に片付けんぞ。二人一緒にどこまでも愛してジュビア。新婚旅行はどこになさいます？ダーリン。お前の頭の中はどうなってる？いかん。早くジュビアの目を覚まさねば。目を覚ますのはリオンの方だよ。グレイ、そんなもん知るか。行くぞ。はい、グレイ様。アイスメイク、エイプ。おこれ、行くぞ。アイスメイク、攻撃のスライバー。ボーカーか。終わりだ。アイスメイク、アイスメイク。ジュビア、これではシェリー。よし、それ回復されちゃいました。だがチーム、はい、グレイ様。
15万超えるスティングこそ新たなるマスター候補にふさわしい。黙るがよい。負け犬などいらんのだろう。持論に従うなれば。スティング、そなたには夏というものにあるのだ。それこそが思いの力だ。思いの力。知らず知らずのうちに父上に感化されていたようだが、仲間などいらぬ。力こそが全てだが、そなたの本質は違う。レクターを思う気持ちが力となる。そなたはその力を手に入れたのだ。そなたは夏をも超える。お嬢、俺はもう案ずるな。レクターは生きておる。わらわの魔法で別の場所へと飛ばした。本当かお嬢、ありがとう、ありがとうお嬢。早くレクターを元に戻して。本当にありがとう。甘えるな。大魔刀演武にて優勝をするまではレクターは渡さん。何言ってんだよお嬢。頼むよ、今すぐレクターを返して。わらわは父上とは違う。しかしセーバートゥースのあるべき姿は天下一のギルドであることに変わりはない。そなたは手に入れた力を証明せねばならん。勝つことで民に力を誇示せねばならん。愚かな考えを起こすでないぞ。レクターの命はわらわを握っていると知れ。必ず優勝する。俺のシナリオは考えうる最高の優勝へ向かっている。セイバートゥースのスティング、よく頑張りましたね。ええ、ギヒー、
サラマンダーほど優しくねえから覚悟しろよ。英雄の応答。ゴーマ、鉄螺旋。ドラグンのことではない。斬撃だと。ゴーマ、鉄螺旋。少しずつ分かってきた気がする。何の話だ。覚えてないのも無理はない。俺は坊主頭のガキだった。俺はファントムロードのガチになる。フェアリーテールとの交渉に敗れギルドは解散。こともあろうか信じられなかった。よりによってファントムロードを潰して蹴る仲間だろ。お前たちが強い理由も今のが分かる。立て。ギヒ。カエルは仲間だろ。カエル。クロム様。フロッシュは猫だ。そうだ。フロッシュは俺の仲間だ。誰だ。どこにいる。ロー、ガジンを殺せ。それが。おい、どこにいるんだ。どこ。バカ、俺はお前の影だ。おい、どうしたんだ急に。ガジンを殺せ。それが俺の。少しだけ力を貸してやるぞ。誰だ。神、運命を司る神。英雄のシャドウプレス。眠れ暗闇。なんだか知らねえが、もう一度おもとにやり合いてえってことだ。俺の恐怖を面白え。鉄螺旋。何？やだ。夏ドラグニの影を。粘着線。その夏ドラグニの
今すぐ行くぜ。熱流行くぜ。熱流拳行くぜ。熱流の猛攻壊れろ。血流層鬼神What? エリューのシャドープレス眠れ暗闇の中でゴーマ鉄螺旋妙見のノーシャドードライブできて俺にできねえはずがねえ。あ、何よ。ねえ、もう。バカだ。誰だか知らねえが、そいつの体から出ていけ。ローグか。それとそいつの名前はローグじゃねえ。俺の弟分だったライオスだ。お前は俺に憧れてたんじゃ。あの頃の俺がそんな男じゃなかったのは俺が一番よく知ってる。お前は俺を恐れていたんだ。もう一度思い出させてやる。俺の恐怖を。これは鉄エリュー。弱い。防ぎきれねえなら影を食ってやろうじゃねえか。知らないガジラ。異星はどこ行ったんだ、お前。ゴーマ、鉄螺旋。エリューの斬撃キック。所詮今は
勝負はついた。何もしねえよ。クロッシュ。ローグ、ローグ。なぜここに。ローグ。お前。体中が。覚えてねえのか、あの影。エンシャドウドラゴンの俺の相手はどこだ。初代はここ。お主はジウラ。おいおい、聞いてねえぞ。すみません、お主とは一度拳を交え。おっと、その先はただの二匹の男だ。良い目だ。ここはラクサスに任せましょう。彼を抑えられればだいぶ有利になるはずです。それでもう全然いいし、よし。初代の作戦では、ここに来ればセイバーに。そうだそうだ。カグル、ガジルもいないが、噂通りの武人。いかんや。誰が相手であろうと押し通る。抜かぬ太刀の方だ。納刀したままでこれほどか。ここまでやるとは計算外だ。先ほど捕らえた子猫だ。ミレーナ、見えるか、この娘の苦しむ姿。安心するがよい。そうだ、その表情が見たか。ミリアーナを離せ。そなた王者の二度は言わぬ。奪ってみせい。虎を食うの今度はうまい。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよう。乱入してきた割にはずいぶん情けない王者だな。自分の戦略幸運に思う。王者は勝った。イリアーネを返せ。貴様が
仲間のふりをするな。積もる話もあるようだし、条件はの。まんまと出し、黙れ。本気で行くぞ。望むところ、ふぐ回転、他の方、はぁ、風神の鎧剣、風神の剣、カット、風神の鎧剣、風神の剣、守る、そんなバット、フグ大天、ワオ、風神の鎧剣、風神の剣、さて、これを使う、フグ大剣、他の方、そんな、風神の鎧剣、風神の剣、これで、カット、はぁ、おぶき様がゼラルだから未来はあいつの意志だ。何か、その男のことをそなたもよく知っているはずだ。ジェラールに殺された使命、私の兄だ。使命、妹、私たちは貧しかった、幸せだった。しかし、17年前の子供狩りで終わりを告げた。逃げ延びた私は何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。そして私は新たに誓ったの、ミリアーナはそこ、確かに。そこまでしてジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。シモンを殺したのだ。Saying that, okay?
believe you are genuine. そうだ。私もローズマリー村出身だ。シモンやお前と同じ。あの時の私の代わりに捕まったシモンからはお前の話をよく聞いた。私もずっと気がかりだった。お前の無事を願っていた。心の整理はまだつかない。しかしこの勝負は私の。Kagura. 勝者はエルザ。しかし言ったであろう。人魚は貴様。次はソナタ。ミリオン。ミリオン。待つのも退屈だった。You wanna fight, Kagura?タニアの公開処刑としてネルバ、お前たちは一番怒らせてはいけなくぞ。決戦ぞ。カソ、これで終わりだ。王国の創建。これで終わりだ。お前は私の大切なものを傷つけすぎた。やめろ。アロハ、アロハは。カソ、赤髪の鎧。アロハミアンマ。報いを受けよ。赤髪聖隊。ああ。エルザ勝利。セイバートゥースのリーダーを撃破しました。うまい。熱流奥義鳴海和樹。
ラクサス勝利、聖剣の魔導士を撃破。ギャルデンギャルデン。セイバートゥースはスティング、ただここまで俺の願った。もしや俺はここにいる。来いよフェアリーテイル。偶然ね。You wanna fight thing? Wanna defeat you?壮観だね。みんな、俺が何？ボタクはいい。サシでやってやる。誰がいい？まとめてでいいさ。あまりフェアリーテ。とんでもない。あんたらには敬意を。だからこそまとめて潰す。何のことだかし。よかろう。そう来なくちゃ。あかゆえん。Of course, you will lose. Then, もうここまで来たんだろう。こいつらお前、進め、勝てる。スティング、なぜ向かってこなかった？会えない気がした。勝てば会えると思ってたのに、なぜか会えない気がしたんだ。自分でもわからない。あんたたちが眩しすぎて今の俺じゃ会えないって。会えるさ。レプター、スティングか、スティングか。タイムウェブリアル。レプター。ああ、ホワイト。この大歓声を、最強ギルドフェアリーテイル完全復活かぼー。エイカボー。私の計算通りですね。途中からめちゃくちゃだったじゃねえか。フェアリーテイルすごい。ああ、負けたのにこんなに気分が晴れたのは初めてだ。フロシュ、フロム様、フロム様。終わったな。とりあえず大会は。信号弾を見た者は？いや、見てねえな。あのさ、神器くせえ顔すんじゃねえ。ちょっとガジル君。なんでナスさん出場した？何かあったんですか？ナス君無事なのか？ナス、ルシー、ようやった。よく頑張りましたね。Oh my God.
反対。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはり。反対だ、おい。大魔党演武の最終戦。よし。でも、バレン、大丈夫。さすがミラだ。そう。よし。はじめまして。In the next episode, bye bye guys. Yo, Peter Dane.